視聴者の皆さん、こんにちは。私のチャンネルにまたお越しください。皆さんが元気でいらっしゃることを願っています。週刊文春で報じられた性加害疑惑で、文芸春秋を相手取った裁判のため、2023年末から芸能活動を休業中の松本人志。7月14日以降は、当たり前の権利として X での投稿を再開させている。 そもそも X を本格的に再開することになったきっかけは7月12日に約4ヶ月ぶりに投稿された内容でした。同投稿は松本さんの代理人弁護士が情報ライブミヤネや日本テレビ系に対し送った講義文をそのまま貼り付けたものです。講義の対象とされたのは2024年7月11日に放送された内容です。松本さん側は 番組内に出演したコメンテーターで、文芸春秋社と仕事上の取引がある、大田は文江氏のありとあらゆる手を使って、とにかく英子さんに諦めさせようという図式だけははっきりと私にもわかっている感じですかねという発言を問題し、また、欠席した宮根政治の代わりに MC を務めた西山公平アナと沢口美穂アナのやりとりが、 週刊文春の記事にも書かれていない内容の発言だとして抗議。抗議文の最後には、同番組のことを BPO、放送倫理、番組向上機構、に申し立てる意思を明らかにしていました、芸能記者。この松本側からの抗議文に対して、7月25日、情報ライブミヤネ屋を手掛ける読売テレビの松田洋造社長が、大阪市内の同局で会見を開いた。 会見で松田社長は、抗議文の中身を拝見いたしますと、ちょっと事実関係で誤解があるのかな、という気がしております、と反論。一般論として、係争案件を扱う場合は、お互いの主張の一方に偏らないようにするのが番組作りの基本とした上で、番組内での訂正の予定はありません。報道局でも訂正する必要はないという判断です、とコメント。 松本側からの抗議を完全に突っぱねる形となりました、どうまえ。抗議文、という強気な態度をとった松本サイドに冷淡すぎる読み売りの対応。背景には一体何があるのか。松田社長は、一方に偏らないようにすると原則を述べていますが、これも程度問題です。記事を通じて英子さんの証言を含め様々な証拠を出しているのは文春側です。 ミヤネ屋がどう記事を元に発信するのは仕方のないところでしょう。松本さんが記者会見を開き、具体的に細かくこれまでの報道に対して反論するのであれば、松本さんの主張を大々的に扱うのではないでしょうか。また、松本さんが復帰した際に、起用したいという下心があれば、局側もある程度手を緩めるはずです。そうした、配慮、がないことを考えるに、 テレビ局側も、そもそも復帰するのは難しいと内心考えているのではないでしょうか。こうした打算込みの発言だと思います。芸能記者。裁判に勝つ以外、復帰の道は途絶えつつある。動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。どう思われますかコメント欄で教えてください。次の動画でお会いしましょう。